た出口ホーム、中山観音中山寺駅は、兵庫県宝塚市中筋4丁目にある、西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅番号は、JRG55、アーバンネットワーク及び、JR 宝塚線の愛称区間に含まれている。宝塚駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を行う、業務委託駅、愛子家が、利用可能、 駅名の通り JR における中山寺への玄関口だが、当駅からは 1km 以上離れている。同様に最寄り駅となる阪急宝塚本線の中山観音駅や山本駅への対抗や乗降客の増加により2003年12月1日からは快速の停車駅に格上げされた。かつては中山駅だったが、国有化後横浜線の中山駅と区別するため、 中山寺駅に改称された。国鉄時代は早くから無人駅化されていた。この頃は古戦橋がなく、下り方面の乗降客は線路を横断して駅舎に向かう必要があった。国道176号を挟み、駅北側の山手を走る阪急宝塚本線沿線に比べ、田畑が一面に広がり、駅前も寂しい状態だった。 1980年12月の伏線化と1981年4月の電化に合わせ、駅舎は強常化されたが、相変わらず駅は無人なままで、周囲も大きく変化しなかった。しかし、JR 民営化後に行われた宝塚市の土地区画整理事業により、バスやタクシーが乗り入れる駅南側広場や、地下自転車駐車場、商業施設が整備された。その結果、 住宅開発が急速に行われて、乗降客が著しく増え、駅員配置化や快速が停車するまでになった。二面二線の相対式ホームを持つ、地上駅で、橋上駅舎を有している。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。現在の駅舎は、宝塚駅までの区間が電化された時に、旧来の古い木造駅舎に代わって建てられたもので、基本構造は、 川西池田駅と同じである。エレベーターは上下ホーム、また改札外の南北に、各1カ所、計4カ所ある。エスカレーターは上下ホームそれぞれの西側に上りよう、振りようが、各1カ所ずつ設けられている。自動改札機は入場専用、出場専用、入り出場兼用が、それぞれ1通路、計3通路あるが、快速の停車開始などで乗客が増えてからも、 増設されておらず、ラッシュ時にはしばしば通行客の流れが滞ってしまう。快速の停車開始とともに、緑の窓口も設置されたが、大阪駅から新未体機間の快速停車駅の中では唯一、緑の券売機や定期券が購入できる券売機は、非設置である。また、気をスクはないが、2017年9月上旬により、ハートインセブンイレブンが北口にオープンした。 上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。日中は1時間あたり8本で、区間快速と普通がそれぞれ4本ずつ停車する。朝晩は JR 東西線に直通する快速も停車するほか、朝のラッシュ時の大阪方面は本数が多くなる。兵庫県統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は9543人で、 ある。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。前日の通り、快速の停車を機に利用客は増加傾向にあり、15年間で3倍増加している。北口南口駅の南北にロータリーが整備されており、その双方に阪急バス、南口のみに、板見市営バスが乗り入れている。阪急バス、板見市営バス。ありがとうございます。